天道。へ、どうも。なんでずっと電話に出なかった。見ての通りちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは。ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。ああ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ？今度オーディションにでも行くから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前、なんで。若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている。一体何の話を。天道が二人。さすがだな、ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いや、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ。もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんたもう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって、昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は
手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。確実に始末するんだぞ。私の番です。寝てんのか？寝てんのか？きねえ。私が相手です。逃げるなら今のうちだぞ。終幕と行こえ。俺の番。どうしたんや。はい、寝てんのか。なるんや。いや、何俺の番で、ね、遊んでくんないかな。してみろ。だがってください。逃げるな今のうち。来いよ。俺よし、行くぞ。寝てんのか。勝てると思った。あ、そうか。そうやってやるぞ。なめんなよ。本気でやってんの。やんのか。警護の連中が奴に集まりやがった。あれだけがっちり守られちゃうと彼への攻撃は難しいね。まずは警護の連中を一人ずつ剥がして動けなくするしかねえな。さーて、かかってきなさい。俺の番だ。見せてやるよ。痛い目に合わせろ。全力で行くぞ。ガンガン行っちゃうぜ。なめんなよ。ぶちかまして。逃げるのは今のうちだぞ。食べに行きましょう。きねえ。何や。遊んでくんないか。やってみんかい。やるぜ。これだ。はい、本気でやってんなよ。どうしたんや。やってやるぞ。遊んでくんないか。寝てんのか。してみろ。私が相手です。こっちに来い。あいつ誰か呼び出す気か。都知事だもんね。どんな奴が呼べるんだろう。さあな、兵隊か戦車でも来るんじゃねえのか。何でも呼びやがれってんだ。全部跳ね返してやる。派手に行こうか。俺受けたんと。なめんなよ。やんねえ。まった終幕と行こえ。下がってください。どうしたんや。来いよ。活躍しようよ。
私が相手です。ほらやるぜ。寝てんのか。邪魔すぜ。ガンガン行っちゃうぜ。やめんなよ。邪魔すぜ。どうしたんや。かかってきなさい。終幕と行こえ。おい、こっちが手薄だぞ。いいね、私の番です。あ、すでに来ないかね。やってみんか。なんや。くらえ。ちょっとおとなしくしててみて。ボロボロ見てる。本気でやって。タイミングに合わせますよ。楽しませて。何に行こうか。寝てんのか。やんのか。なめんなよ。死ねえ。なんや。さて。それ俺。寝てんのか。セール。なんや。セールをお見せします。俺の番。遊んでくんないか。寝てんのか。逃げるなら今のうちだぞ。勝てると思ってる。まった本気でやってん。回復だ。寝てんのか。ほら来いよ。おい、どうしたんや。やんないの。なめんなよ。今のうちだぞ。俺の番。はい。私が相手です。邪魔だよ。来てみろ。なんや。俺の番ね。よし、行くぞ。2回目に合わせますよ。俺俺。来ねえ。はい。逃げるなら今のうち。上がってきなさい。よっしゃ。行くぞ。行くで。ほら来いよ。もうちょい楽しめる思ったけどな。私が相手だ。やけつ。行くぞ。なぜ今の楽しの番ですね。やってみんか。寝てんのか。セーラー。やってやるぞ。どうぞ。してみろ。せーて。ガキンのメス。逃げるなら今のうちだぞ。どうしたんや。おい、なめんなよ。痛い目に合わせないく。バッチャン、俺はすぐに見ない。俺の番だな。さあ、出ると思ってる。よっしゃ、これや。かかった。待ってました。俺の番。ほら、こっち。何を見たのか。よっしゃ。大丈夫か、みんな。大丈夫とは言い切れませんね。くそ、もう少し若けりゃもっと動けたのにな。体が言うこと聞かないわ。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。え、今青木の野郎は一人だ。あいつをぶん殴る絶好のチャンスだぜ。私たちのことはいいから、ここは任せて。行って、一番。だけどよ、私たちが信用できないんですか。俺たちがお前の助けがねえとのたれ死んじまうようなヤバな連中じゃねえことぐらいお前が一番分かってんだろう。お前ら決着をつけてこい。
一番。どん底から這い上がった男の強さ、見せてやれ。わかった。ちょっくら決着つけてくるわ。ありがとうよ。おめえらは最高の仲間だ。俺と差しなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。ちっ。そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面、ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。
だまだ。てめえみてえなクソがこの俺を終わりです、若。やめろ。今の俺はこの国で正義を全うできる。本当だ。俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えのきかない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若ならどん底からまた這い上がれますって。
そのためなら俺も昔みてえにずっといつまでもそばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが、あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。バカ。離れろ。来たらこいつの頭を吹っ飛ばす。もうやめてください。若っ、おやっさんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと。親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺もう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください。お願いですから。そっくりだな。え、つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。わかっ！
全員見つけ出して殺せ。データ自体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。全員見つけ出して殺せ。データ自体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。言ったでしょ、俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。夢のって女覚えてるか。夢の、俺とお前の人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ、堀の内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったがな、そんな俺にあの女なんて言ったと思う。あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ。笑えるだろ。裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよ。どうだ、傑作だろ。わかん、所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え、体を変え、人は殺してまで追いかけた権力ってのは。誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身
弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ、若。おやさん、荒川の親父とは沢城の頭だけや、ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見たとき、それが荒川正人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですから。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分で繋がっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺、お願いです、お願いですから分かってください。お願いです。心配かけて悪かった。私は今から自首する。後の整理は、いや、もういい。好きにしてくれ。ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。はぁ。